こんにちは、アラサー夫婦です。今回はファイヤー後の不安というテーマでお伝えしていきます。皆さんファイヤーやセミリタイヤを目指して日々資産形成に取り組まれていると思います。ただいざ会社を退職するとなると不安な気持ちが襲ってくることは想像できますよね。目標の資産額は貯まったけど、あともう1年余分に働いてお金を増やした方がいいかなとか、せっかくファイヤーしたけどやることがなくて暇にならないかなとか考え出すといろんな不安が出てきますよね。私も来年沖縄移住してセミリタイヤしようとこれまで入念に計画を立ててきましたが、不安が完全に消えることはありません。そこで今回はファイヤーの先輩方はこの不安に対してどのように準備し乗り越えてきたのか紹介していきたいと思います。そして最後には毎回恒例の沖縄トークもありますので、ぜひ最後までご視聴ください。ではまずはじめにですね、今回ご紹介する先輩をお二人ご紹介したいと思います。まず一人目はオケイドンさんです。こちら今日からファイヤー40代でも遅くない退職準備&資産形成術の書籍を出版されております。簡単にプロフィールご紹介すると、大阪在住の47歳です。2020年に資産1億円を形成してファイヤーされてます。会社員時代の年収は400万円台ということで日本人の平均年収ぐらいですね。それにもかかわらずファイヤーを達成できたのは、給料の半分以上を貯金、投資に回したドケチ節約術を実践してきたからなんですね。続いてご紹介する方はこちら、穂高由紀さんです。三菱サラリーマンさんとして、もう有名ですよね。本気でファイヤーを目指す人のための資産形成入門を出版されております。2019年31歳の時に資産7000万円でファイヤー達成されてます。給料の8割は貯蓄に回し、その資金を高配当株に投資をしていった方です。今回はこのお二人がファイヤー後の不安に対して記事を書かれていたので、その記事を紹介しながら具体的な対策についても紹介していきます。まずはオケイドンさんです。こちらはマネー現代というメディアに掲載されていた記事です。ファイヤー早期リタイア前に私が感じていた15の不安、ファイヤー後には解消できたかというタイトルの記事です。こちらの記事では実際に15個の不安に対してオケイさんがどのようにファイヤー後ですね、解消していったのかが書かれています。その15個の不安がこちらです。いっぱいありますね。私はこの記事を読んだ時に、率直に資産1億円あってもこれだけの不安を感じるんだなぁと思いました。例えば暇で仕方がないとか、所属がなくなると不安だ、家族が納得するか、そして皆さんが気になる資産が減ることにメンタルが耐えられるか等々ですね、いろんな不安を挙げられておりました。結論ですね、これらの不安っていうのはピークは退職届が受理された日が一番大きかったそうです。もう後戻りできないっていうところを感じたんですね。ところが意外にも翌日以降は徐々に減っていき、退職日には比較的すっきりとした気持ちで迎えられたそうなんですね。で今回はですね、これらの不安の中でも皆さんも感じそうな不安をピックアップして、ファイヤー後どうオケイさんが感じたのか紹介していきます。まず一つ目はですね、暇で仕方がないっていうことですね。まあこの不安に対してオケイさんどう感じたかっていうと、まあほぼないということでした。何かしらすることがあったっていうのも大きかったそうで、特に単行本の出版準備、これで忙しかったそうです。その他にも投資の勉強とか父の事業の手伝い、あとは家事ですね、こういったことですることはいくらでもあったそうです。オケイさんのツイッターを見ているとファイヤー後もいろいろ忙しそうだなっていうのがひしひし伝わってきます。続いては所属がなくなるという不安ですね。この不安に対しては退職が決まった日がピークで、その後は徐々になくなったそうですね。でも数ヶ月後にはもう皆無でしたと。なぜかというと、ブログやツイッターを通じて新たなコミュニティができたのが大きいということですね。会社以外のコミュニティがあると不安はなくなりそうですよね。続いて、リタイア後の生活が描けないという不安ですね。これに対しては、新しい役割、新しい生活を構築することが大事ということです。定年退職すれば、いずれ向き合うことが必要になるので、年齢が若い方が順応できると感じます。しばらくはのんびり読書がいいならそれもよしですし、飽きたらまた何か探せばいいのですということですね。これも非常に共感できますね。遅かれ早かれ皆さんいずれは退職しますから、いずれにしろ自分たちの新しい生活を再度構築する必要は出てきますよね。あと2つご紹介しますと、次はまた働きたくなった時に仕事が見つかるかどうかという不安ですね。これも私も非常に思います。
私自身資産2000万円と割と少なめの資産でセミリタイアしようと思っているので、これは非常に気になりました。オケイドンさんの答えとしては、ここまで考え始めるとファイヤーできたものではないと結論付けたと。全てを完璧にしてからファイヤーしようとすると結局定年退職まで働くことになる。また働きたくなればその時考えればいい、非正規でも構わないということですね。つまりこんなこと考えても仕方がないということですね。おっしゃる通り、また働きたくなればその時考えたらいいですよね。また働きたくなった時と今とでは大きく労働環境や条件も変わっている可能性もありますからね。そこまで細かいところまで気にしてしまうと結局定年退職まで働いてしまいそうですよね。そして最後は、資産が減ることに耐えられるか不安だということです。皆さん気になりますよね。こちらに対してはオケイさんこう答えられてます。資産額だけではなく不労所得を作ることが大切。私は配当金以外にも収入源があり不安はありません。収入大なり支出とキャッシュフローをプラスの体制にすることが大切ですということですね。オケイさんは資産1億円を形成されましたが、今取り崩しはされていないんですよね。主に配当金やブログ、事業所得、そういったところで生活費を十分賄うことができているんですね。このように毎月のキャッシュフローをプラスの状態にすることができれば、不安はかなり抑えられるということですね。また他の項目に関しては記事のリンクを概要欄に貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。以上、オケイさんのファイヤー後の不安はどうなったについてご紹介しました。続いては穂高由紀さんがこのファイヤー後の不安に対してどのような考えを持っているのかご紹介していきます。ファイヤー後の不安に対しての記事がこちらで書かれておりました。ではいきなりですが、穂高由紀さんはファイヤー後に不安を感じたのかどうかというと、結論ですね、私は不安の材料を探さない性格ですっていうことで、もうメンタルが鋼な状況なんですよね。性格の問題かいって思った方もいらっしゃると思いますが、大丈夫です。ちゃんと記事の中では不安に対する対策も解説してくれていたので、これからご紹介していきます。まずこの記事の中で不安って何なのか、不安の定義について書かれておりました。不安とは不確実な将来に対する感情であるということですね。これ不確実っていうのがポイントです。そして考え出すとキリがないもの、どんどん溢れてくるものですね。なので不確実だから考えても考えても答えが出ないんですよね。一方、逆に確実なことは何かと考えると、それは人生は一度きりということなんですね。この2つを対比されていました。そしてキリがない不安を理由に一度きりの人生の選択肢を消すほど本末転倒なことはないというふうに書かれております。これ本当に共感できますよね。この言葉心にグサッと刺さりますよね。起こるかどうかわからないことに過剰に不安を感じてしまって、本当の一度きりの自分の人生をですね、有意義に過ごせないっていうのは、もう本当に本末転倒に違いないですよね。不安というのは探せば探すだけ自らの可能性を閉ざすものですよね。人生の選択肢を潰していくことになりますから。そしてこれはですね、できない理由を探すことと全く同じことになるんだということなんですね。できない理由も不安材料も探せば探すだけ自らの可能性を閉ざしやすいですから。例えばこんな年齢だからとか、〇〇だからとか、もしこうなったらとか、もちろんリスクを評価するために、あらゆるシミュレーションを行うことは大事だとは思いますが、リスク評価は理論的なのに対して不安っていうのは情緒面のことですよね。だから全く別物だということです。でそしてですね、穂高さんは、そもそもですね、日本で不安を探すのっていうですね、結構挑発的な見出しもですね、出されていて、もうなんで日本なんかでそんな不安を感じちゃうのっていうふうに穂高さんは書かれておりました。なぜかというとですね、日本っていうのはもうセーフティーネットがですね、もうある程度整っていて、公衆衛生もですね、もうトイレがしっかり整備されていたりとか、あとは医療もですね、今はちょっとコロナで大変ですけど、医療もですね、しっかり受けることができる。そして海外みたいに人種差別もない、基本的な人権も守られているっていうことで、こんなですね、守られている日本で、なぜ不安をですね、感じるんだということですよね。もちろんですね、それぞれのご家庭とか、個別の事情っていうのはいろいろあると思いますが、チャレンジしやすい環境であることには変わりはないということなんですね。
ではここで皆さんも気になるであろう、じゃあどうしたらこの不安を感じないようになるんですかと。穂高さんはメンタルが鋼だからそんな不安なんて感じることがないでしょうけど、不安を感じる私のような凡人もいるんですということですよね。でこれに対しても穂高さん回答してくれてました。強いてあげるなら行動をしましょうということですね。行動です。それもただの行動ではなくて、一回最大限の努力をしてみましょうと。そうすれば大抵のことはなんとかなると思えるきっかけぐらいにはなるんですというふうに書かれておりました。つまり人生の中で一回ぐらい自分の本気を出すことをやってみましょうっていうことなんですね。穂高さん自身も人生の中で一回最大限の努力をしたことがあってですね、それが北京大学留学中の経験だったそうです。これが今の自信につながっているんですね。この時穂高さんは外国語の勉強をもう寝食惜しんでですね、もうめちゃめちゃ勉強されたそうです。その結果全留学生の中で1位の成績になったそうです。そして今も自分の興味のある分野で、例えば農業にチャレンジしてみたりとか、除雪のオペレーターなどですね、もう自分の本当にやってみたいことにチャレンジ行動をしているんですね。だからもし今資産がゼロになったとしても、何とかして生きていく力があると自分では思っているということです。こういった今までの経験に裏打ちされた自信を持てば不安は感じなくなるというふうに言われております。これは私も非常に共感できました。もう共感って何回この動画で言ってるか、もういいねボタンじゃなくて共感ボタンを作ってほしいぐらいです。私もこれまでの人生でめちゃめちゃ夢中にやってきたことが実はたくさんあるんですね。例えば高校の部活、サッカーやってたんですけど、もうサッカーにめちゃめちゃ打ち込んだ経験とか、さらには大学を中退して理学療法士の専門学校に入学した後、めちゃめちゃ勉強して小学生になったこととかですね。小さいことであれば筋トレを2年以上続けていることだったり、そして何よりもかけがえのない経験になっているのが、収録勤務をしながら YouTube を収益化でき、なんと今登録者が1万人を超えたことなどですね。こういったように振り返ってみると、その時々を全力で行動し続けてきたっていう経験が、まあ、今の自分の自信につながっているんですよね。だからこそ資産2000万円っていう少ない資産でもですね、セミリタイヤできるだろうっていう自信を持ってるんですよね。ここまでファイヤー後の不安について紹介してきましたが、この中ではお金や保険についての話は一切出てきていないんですね。皆さんもお気づきのように、いくら資産があったとしても不安っていうのは消えません。結局ですね、資本主義っていう社会の前提とか条件が変われば、このお金の価値っていうのは崩れてしまいますよね。なので結局本質的ではないと。なので結局ですね、最後頼れるものっていうのは自分の思考とか能力、知見、こういったところが大事になってくるんだということですね。なのでもう結局最後信じられるのはもう自分自身でしかないということです。以上、ここまで穂高祐樹さんが考えるファイヤー後の不安と対策についてご紹介してきました。まとめです。今回はファイヤー後の不安に対して先輩方はどのように考えているのかご紹介してきました。まず一人目はオケイドンさんです。資産1億円を形成しましたが、なんとファイヤー前は15個の不安がありました。ただ今はですね、全く不安もなくファイヤー生活を過ごせているということです。そしてお二人目は穂高祐樹さんです。将来が不安と考えない性格ということで、鋼のメンタルですね。ただこれまでの経験の積み重ねによって自信ができて、もう何があっても生きていけるっていうマインドになったということです。なのでこの動画ぜひね、見ていただいた方、今めちゃめちゃやる気に燃えてませんか？なんかもう行動したくてうずうずなってませんか？なのでファイヤーしてからじゃなくて、ファイヤーする前にも何かですね、自分に自信を持てるような、一個何か自分が夢中になれるものを見つけて取り組んでみると、案外ファイヤー後の不安っていうのは消えるかもしれません。ぜひですね、参考にしていただけたら嬉しいです。で、今回ご紹介したオケイドンさんと穂高祐樹さんのですね、記事は結構私はですね、いつもチェックさせていただいてて、で実はですね、オケイドンさんのこちらの書籍の中で後輩投資株の選び方について紹介している動画も作っております。そして三菱サラリーマンさんの記事で、セミリタイヤ後に収入は減るとは限らないっていうですね、こちらの記事もめちゃめちゃ参考になったので、こちらも動画で紹介してます。ぜひ合わせて見ていただけると嬉しいです。はい、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。
もう本当に先輩方の言葉ってもう本当にためになりますよね。毎回記事を読むたびに新しいことをこう気づかせてくれるなと思いながらですね、いつも参考にさせていただいてます。今後もまた先輩方のお役立ち情報はですね、皆さんにシェアさせていただこうと思っております。さて、毎回恒例の沖縄トークに行きましょう。今回ご紹介するのはこちらのアイスですね。なんか急にですね、奥さんが冷凍庫からアイス取り出してくれて、でいつもですね、私たちアイスが大好きなんで、だいたい週に 3,4 日ぐらいはアイス食べてるんですけど、食いすぎやと、節約せえって思う方いらっしゃるかもしれませんが、もう私たちのルーティンになってますね。はい。で、今回食べたアイスがこのブルーシールですね。沖縄といえばこのブルーシール、皆さんご存知だと思います。このブルーシールがですね、なんとこのスティックタイプのアイスをですね、発売していて、それを奥さんが見つけて買ってきてくれました。味がですね、なんと紅芋&黒糖ということで、綺麗にですね、これ中身の写真撮るの忘れちゃったんですけど、綺麗に紫とこのベージュ色に分かれてました。で、味も思った通りの味でめちゃめちゃ美味しかったんで、なかなか沖縄に行けず悶々としている方はぜひですね、こういった沖縄グッズでですね、沖縄を身近に感じてもらえたらと思います。今回は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録忘れずにね。バイバーイ。